大阪大会ありがとうございました、ね、来週22日代々木大会では大江戸隊との決戦待っているので、それに向けて力蓄えてよりパワーアップして臨みたいと思います。今日ハイキック一回も当たらなくてめっちゃ悔しいです。やっぱり、自分の蹴りはやっぱ読まれている部分があると思うので、絶対に当てれるようにしっかりともっと練習して、来週のニブラとタクベルト戦に向けてしっかりしっかり練習していきたいと思います。ありがとうございました。2日連続、今日は静岡で、間違えちゃった、今日大阪だ、大阪だった、はい、今日は大阪で2回連続ウェイウェイ勝利しました。今後これからのカードをちょっとまだよくわかんないんですけど、キットさんとのシングルが決まってるんで、自分はそこでキットさんから勝ちに行きたいなって思ってます。なので皆さんお願いします。失礼しました。今日も 3A をやって、相手はメイさんだったんですけど、最後メイさんに取られてしまって、最近ずっとメイさんと戦う機会が多くて、昨日も今日もやられてちょっと悔しいので、次もし戦うことがあったら負けないようにもっともっと頑張っていきたいです。日々自分でこの1年何が足りなかったかをいつも考えて生きてます。だけどそんなすぐには成果が実らないっていうのは、自分の今まで生きてきた中ですごく実感してる。でも確実に私は成長してってる。昨日やったコナミとも、そして今日やったメイとも、私はいつでもシングルでも何回でも当たるし、いつでもきっとチャンスを次掴むんだって思ってる。あとこの1年で会場入場した時に応援してくれる声も、圧倒的にタオル、 T シャツもすごいいつも見てます。それが今の私にはすごい力になってるから、このタオル6月20日までです。トロピカルよろしくお願いします。水がいや、ごめんなさい、ちょっとお水飲ませようとしたら、水が、いやちょっと、いやなんかあれ、海の中いるみたいだった。いやいや全然地上にいました。あ、それかあれか、多分自分がめっちゃ今日めっちゃ先頑張ってから、その汗かな、すごい汗かいちゃったから、なんか最初やるって言ってたのに言ってなかったりとか、なんか、いやなんかさ、あのさ、新人なんだからさ、もっとさ自分からグイグイ出なきゃさ、全然さ、そうやって上に行けないよ。でもなんか今日の流れはなんか頑張るみたいな、流れとかないから、流れはね自分で作るものだから、そうやって人のせいにしてたらね、本当ね、いつまでたっても水飲ませるのも上達しないし、そうやってなんかどんどん前に出る姿勢がないと、シュリさんからもこうやって、ね、見放されてしまうかもしれないから、ランナーのためを、ちょっと待って、水、マジちょっと待って、マジ目洗ってくる、水やば、コンタクトマン、サキさん、はい、カシマサキ、あれは戦う気あるのか。いや、ないんじゃないですか。言ってやれ、先輩に。おい、ちゃんとしろ、試合なんだから。そうだぞ。おい、まあね、そんな鹿島関がね、はい、はい、の上を行って今日は、はい、起死回生を、うん、グラマラスコレクションをお料理してやりました。まあ今 EXB は、はい、ちょっとね、まあ伊賀とジーナ、まあこうバトってるわけですけど、まあ EXB を立ち上げた時から、まあみんなでね、仲間だけどみんながライバルと、一番になる、誰もが一番になりたいと思ってやってるユニットなのだから、ジーナがそのスターダムの赤いベルト、最高峰のベルトのを取りに行きたいと思うのは必然であるかなと思うし、まあだって私まだ赤いベルトと2回戦はやったことあるけど、挑戦はしたことないから、まあ要はジーナに先を越されちゃってるってこと、それは個人的にはすごく悔しい。お互い悔しいと思い合えるユニットっていうのは、まあみんなで強くなるのはいいんじゃないかなと思う。まああとはプロレスラーだから、それはもう戦って、その結末がどうなるのかは分かんないけど、
まあ、2人が怪我しないで、大怪我しないで帰ってくれる、来てくれることを祈るだけですね。はい、はい、そうですね。昨日あの2人と組んでみて、最後、ね、黒叩きにあって負けちゃったわけなんですけど、ね、昨日と先週組んでみて思ったことは、2人にはとことんやり合ってもらって、全てをぶつけ合ってあのベルトをかけてほしいなって思います。はい、まあ、2人が破壊ベルト競って、そして私は AW の、ね、女子世界王座を取ってくる最高のユニット、そしてあなたも、はいはい、ベルト、ベルト行こうぜ。頑張ってたよ、すごい。ごめんね、好きに行けなくて。今日がニューブラッドの前の最後の試合で、まえさんとゴーさん、めちゃくちゃ痛かったし怖かったけど、これでこの気持ちのままニューブラッドタッグ行ったら取れる気します。お、いいぞ、いいよ。取れる、取れる気じゃなくて取れるんやろ。取ります。だな、はい、これ頑張ろう。私もあと6日でこのワンダーのベルトをかけての岩田戦がある。会いたい会いたいってずっと言ってるけど、もう我慢する。きっとこの会わないこの時間も楽しめるんじゃないかなと思うし、ためればためるほど会った時爆発できるし、きっとその爆発を岩田は受け止めてくれる。私も受け止めるから。決着までもうすぐ、クララもあと5日、一緒に頑張ろう。はい、おっしゃ、よし、はい、そうよ。おいおいおい、なんだよあいつ、何、どっから来たかわかんないけど、ジョイマンだかなんだかわかんないけど、ジョイマン、いや笑ってる場合じゃなくて、いや私はもうあんなやつに負けたのがすっごい腹立ったし、次はね、お前ホイマンじゃなくてナツポイに倍返ししてやるから覚悟しとけよナツポイ。はい、そして私たち指定タッグは次のゴッテス王者にタイトルマッチ挑戦表明します。22日のね、結果によってどっちに挑戦するか決まるんで、皆さん楽しみにしててください。以上です。なんだよこういうの。ぽい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 、ぽいぽい、来てくれてありがとう。よかった、無事ぽいぽいも来れて、私も北海道からピューンと。ほんとだよ、昨日あんなすごい試合してさ、きっちゃんもう腕がやられて。でも今日マスクマントリオ、はい、どう？良かったじゃない？ちょっと懐かしい感じを思い出したよね。見たことあるよ、見たことある。いや、でもこのマスクマントリオができるのは私がいないとできないことだと思うんで。でもさ、毎回来日してくれるの？そうだよ、はいはいはい、きっちゃんが小勢に入ってくれるんだったら、あの日本で永住するって言ってる。本当に？ね、そうなの？はい、まあ、でもさ、まあタメちゃんは自分のアイデンティティ、そう、存在の宇宙一可愛い顔を隠す覚悟はできてるよって。ってことは私も、まあ、自分で環境を変えるためにはこのマスクを脱ぐ選択肢も一つのうちではあるって言ったけど、二つの顔をお互い持つのもありってこと？そしたら、来日できない日でも、そうだね、できちゃうってこと？二つの顔を持ったマスクウーマンタッグ&トリオ、はい、可能性なくはない。ありますね。おう、まあ今日もなんか勝っちゃったしね。はい、まあ、この2つの顔を持つって意味でも
できる可能性があるってことも分かったし、まあ、だいぶ選択肢は絞れてきてるかなって思ってます。でもね、私がいつどんな選択をしようと、私は無所属なんだから、私が決めるのいつだって勝手でしょ。とにかくね、うん、あなたたちに言われる必要はないっていうこと、うん、そう、きっちゃんの進む道はきっちゃんが一番輝いてる道を選べばいい。私もそう思ってる。ただきっちゃんが一緒にやってくれるんだったら、さっき言った2つの顔を持つことだとか、誰もやったことがない、すっごく楽しくてワクワクするようなことがいっぱいできる、そんな気がたんましてる。そろそろ決めないとね。おい、バイバイ。Today, you know what that means? She needs to count her days with that red belt, because I'm walking out of your yogi with the red belt title. Hi, もう今日は私たちチャンピオンチームが、はい、間違えた間違えた。でもチャンピオンなんで、チャンピオンなんだけど、今回は挑戦者のチーム、すいませんでした。挑戦者チームが勝ちまして、もうね、ウィングリはね、タイトルマッチが2日連続なんですよ。このニューバルトのベルトが1日目で、2日目のゴッテスのベルトに挑戦します。もう史上初なんだってね、タッグの2冠で。そうですね。ね、いや、ちょっと自分、我々で、うん、この初の、タッグベルト2冠目指しましょうよ。はい、いっちゃいましょう。はい、ね、ジーナも今日心強かったですね。うん、チョップチョップ、すごいいいコンビだった。もう音がすごい。チョップチョップチーム、花火チョップチーム、チョップチーム、ファイヤーファイヤーオープン。イエスイエスイエス。オッケー、行くぞー。イエーイ。痛い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 。私も痛い。あんまりわかんないけど、はずきは痛くない。なんでノーダメージなんだよ。やだ。はい、まあダブル前哨戦、うん、で、ということで、うん、はぁ、これがラストか。まあ、リング上でも言った通り、うん、この赤いベルトのチャンピオンは永遠なので、そして、うん、同じ同門対決、うん、ね、ここも勝負だと、うん、今日はね、うん、FTC でいい、うん、FTC でいい、クローカートリプルクレイジー、ね、ここもまたいいライバル、うん、戦い、うん、やると思うんで、うん、お楽しみに。 あとちょっとね、これは言いたい、うん、何回も言ってると思うんやけど、うん、この1回きりじゃ面白くないやろ。面白くないやろ。そう、同じ西日本やけどな、うん、福岡で、うん、やりたいよね。やりたい、やりたい、ちゃんとなんかさ、福岡っぽいと、ね、揃えてとかね。いや、ちょっとお揃いの腰はできないけど、今日はちょっと私は揃えてきたからね、ちゃんと。お前らのうちらもでもバイカーあったよなと思って、そう、覚えてきたけど、まあそこのちょっと一心で一心か、まあ、ちゃんとできたよね、ある、うん、いいですよね。はい、うん、まあね、はい、まあ前哨戦、うん、まあ次がもう防衛戦だね。防衛戦、まあしっかり赤いベルト、うん、
まあ面白い試合をしてもらって、うん、そして、うん、ゴッテス、うん、さらに面白い試合をして、うん、この代々木、うん、ゴッテス戦が、ね、話題かっさらって、うん、私たちもこれベルト落とさないように、はいね、はい、まあ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 ね、この FTC、うん、無事に防衛して、うん、ベルトを、うん、このまんまで効果、うん、あるんじゃない、ありますように、OK、いや、まあ、なんかいい話聞いたな、え、いつ知らんよ、え、聞いてない、